小野田でございます。こうして今日また8月15日を迎えた。本当に戦争に参加した我々としては本当に感銘深いものがございます。ただいま三好先生、中条先生が詳しくお話しされました。皆さんは今後どうあるべきか、日本はどうあるべきかということは十分お考えいただけたと思います。で、私は今日皆さん方に、私個人としてあるいは亡くなった仲間の気持ちをお伝えするために一言お話をさせていただきたいと思います。で、皆さんもご存知ように私は終戦後、いわゆる8月15日以後、命令が到達しなかったということが原因で29年3ヶ月間戦い続けました。で、ようやく事情が判明して、約30年前に遡って命令をいただいて戦闘を中止いたしました。で、その間2回の選手候補が出ております。特に2回目の昭和29年5月選手ということで、家族が35年のに認めたことで、以後49年に私が生還するまで15年間靖国神社にお祭りをいただいた。まあそういうわけで、間違いとは言いながら生きている私が皆様方に頭を下げていただいてな、本当にもって申し訳ないことでございます。で、こういうわけで私たち靖国神社言いますと、戦争に参加した者たちはこの次に会う時は靖国神社の庭だというのが合言葉である。また一般的に申しますと、明治以来国に命を捧げた多くの先輩たちに感謝を申し上げ、そして、慰霊の気持ちを捧げる場所でもあるわけです。そして、私はまだ生きておるので、考え直してみますと、終戦後66年といいます。で、私も他の仲間と同じようにそうそうあと1年で90歳という年になろうとしております。で、ことあるごとに私たち仲間はいわゆる現在占領以来の憲法の改正もさず、そのままずるずるずると経済のみに走ってきた日本を憂いております。で、そのどどのどどん詰まりが現在であります。靖国神社にお参りしないことを思っていわゆる宣言して、そういういわゆる人々を総裁に選び、そして日本の国を任せてきた、そういう政治家も確かにうまくやらなかった責任もありますけれども、それらをそれらに国の政治を任せた我々には責任がないとは言い切れないのである。一口に申しますと、占領政策の成果と申しましょう、いわゆる日本人の多くに国家観念がなくなったということであります。もう私はその一番に尽きると思っております。昨年末、私は毎年通り、ブラジルの自分の牧場の仕事で、ブラジルに行っております。ある大きな雑誌やから現在の日本はどう思うかというコメント400文字を求められました。で、私はお断りしたかったんですけど、お断りするというようないわゆる相手に対して誠に失礼だ、あるいはもっと言えば挑戦、いわゆる喧嘩を、そういうような感覚があったので、一応400文字に
まとめて、投稿いたします。ところがそれの構成図が帰ってまいりまして、そして、この2箇所を訂正してほしいというのです。で、そのうちの一つが、北朝鮮の拉致問題に対して人権を蹂躙された横田さんの、根室さんのことについては、これは世界中の誰もが人間である以上、これを否定することはできない。人権蹂躙ということは十分理解できるところだよ。ところが、それを書いた日本の報道の中に、国権を蹂躙されたと書いたマスコミがどこにあったか、私は一部あることを認めています。だけど、NHK 以下、ありとあらゆる報道機関が国権蹂躙ということに関しては、全く口をすぐんでいるわけで、どこに国が支えているのか、あるいはいくらからもらっているのか、私はそういうことは分かりません。だけどそのことに触れようとしない、その日本人のあらかたが私は気に入らないんです。そう書かなければ触れないから。確かに、表現の自由があります。だけどなぜ私に書けと言いながら、今の日本がどう思っているか書けと言いながら、どうしてそこを書くやというのでありましょう。で、全く今年のお正月、私は安全たる気持ちで長生きなんかするもんじゃねえな、つくづく思いました。で、今日私は健康も取りません。なぜかというと、話したいこと、訴えたいことは山々でありますけれども、そういうことを書き原稿を持って登壇すれば、限りなくいわゆる自分の感情を爆発するのみでありまして、今言いたいことは、日本の国の国権に対する意識が非常に薄くなった、自分さえ良ければいい、そういういわゆる感覚に陥ってしまったということであります。で、私が作戦任務解除の命令を受けて、直ちにレーダーサイト、フィリピン軍のレーダーサイトに出頭いたしました。ところが、その当時のマルコス大統領は、小野田が出てきた時は北軍、フィリピン国軍と同じ待遇をしよう、あらかじめ軍に命令をしています。したがって私は総攻という形姿勢で臨んだにもかかわらず、自分の武器は没収されませんでした。そしてその翌日、マラカニア宮殿に大統領を表敬訪問、また自分の軍曹をさせます。その時大統領は私に、我々はそれぞれの目的を持って戦った、だがすでに戦争を煽っている、あなたは軍隊の駐留する、駐屯する、しかも小さな島で30年間よく戦い続けた勇敢な軍人の模範であると、私に私を称えます。そしてさらに、わざわざ私はフィリピン国大統領として前を越して、あなたが新しい命令を受けるまで、いわゆる作戦任務の解除でありますけれども、その受けるまでの行動の一切を許します、いわゆる不問に起こしてますということで、で、私の任務は後方の各乱、いわゆる現実的な情報機関の一員でありますから、これを犯罪として裁けば、私の首がいくつあっても足りなかったわけでありますけれども、そう言って
なるくそ私を無罪放免、いわゆる取り調べのしなかっただけで、だから私は捕虜としての恥ずかしめも受けず、あるいは武装解除という屈辱感もなしに、その翌日日本に帰ってまいります。そいつは特殊な扱いを受けた人間にとって、現実の日本はあまりにも私の目には無残であり悲しい現実であります。私はある本に、敵には降伏しなかったが日本には降伏したと書きます。自由であるべき日本になぜ私の自由がないのか、私の言うことはいちいちが全てマスコミの、いわゆる攻撃の対象になったわけで、それからすでに30年も経ちます。いつか治るか、いつか立ち直るか思いますけど、ますますそれが更新して、現在のような靖国神社にお参りしないという、こういう思想が出たわけで、マルクスの言ったように我々が共に戦った、彼は確かにゲリラの隊長で、またその仲間も何回かいわゆる捕まりながら生きてきたわけであって、戦争の時、戦争があった時はもう戦争はそれで終わりなんでありまして、敵国味方、敵味方なく国のために命を捧げた人々に敬意を表するというのは人間普遍の考え方である。それを失われているのが現在の為政者でありまして、私はこれ以上彼らを追求する気持ちはもはや受けます。てめえなんかには相手にならないから勝手にしろということである。だけどここにおられる大勢の方々は私のようにあと何年かというだけのそういう年齢の方ではありません。これから何十年も生きていただかなければならない、あるいはこの大屋敷が日本の国のお米を食べ、雨水を水を飲みして行ってこられたその子孫である。あくまで国を守る、国を守らない限り自由の個人の個人に自由なんかはありません。よく人権人権と言われても、私はアフリカの砂漠に行って第四の前で人権だと胸を張ってんだ、考えなくても結果は分かるだろう、彼らには人権は通りません。人権というのはお互いに相手を尊重するという了解のもと、そういう社会あるいはそういう国の中において初めて言えることで、また保護されることであります。で、他がない限り、いわゆる私たちは人権と言っても何の効果もありません。いわゆる国という大きな集団で外国に対し、あるいは外敵に対して自分たちが独立しているから、その社会の中で人権が保障されているわけであります。決して一人が勝手に生きているわけではないわけで、こういうわけで国のために犠牲になられた大勢の方々をお祭りする靖国神社の前で、改めて国とはいかがなものか、我々が生きているのはどこにいわゆる守る根拠があって生かされているのか、そういうことはよく考えていただきたいと思います。今日は皆さん方の前で当然というべき、いわゆる普通のことを申し上げたわけでありまして、いまだに憲法の前文に平和や愛する諸国民のという書き出して、自分たちの生存を他人に任せてしまった日本の憲法、これをよく66年もほっぱらしにしてきたという、いわゆる選択に大いに反省していただいて、また皆様のためにここで一遍心を入れ替えて、そういう政治家に政権を任さないようにしていただきたいと思います。いわゆる靖国神社、今の日本の国の中に来ている全部に対して一つの踏み絵であります。日本人か、それともエニシャか、それが靖国神社であろうと思います。ありがとうございました。